といえば、甘く崎、甘く崎といえば、夏みかん。どうも、夏みかんです。はい、今日は、生理中、生理前にやると、バストアップにつながる、マッサージ&体操を、みんなと一緒にやっていけたらいいな、と思いまーす。聞いてみんな、夏みかん、絶賛生理3日目。もうめちゃくちゃしんどいんよ。でもさっきちょっと生理痛のお薬を飲んだからちょっとマシなんやけど、夏美、そう思えばいつも生理前とか生理中に、もうすっごい夏美この辺が張るんよ。わかる人はわかると思うけど、女の子とか特に生理中ってすっごい胸張ったりせえへん？もうめちゃくちゃなんか張って痛いなぁと思ったりすると思うねんけど、それって結構チャンスであって、その時にやるとバストアップにつながるマッサージっていうのを昔からママに教えてもらっとったねん。だから今日はそれをみんなに教えて一緒にやっていけたらいいなと思います。で、生理中って体がめちゃくちゃ冷えたりとか、体がだるくなったりとか、もうめっちゃしんどいやん。もう夏みかんも昨日夜中さ、めっちゃお腹痛くて起きたりまでしてんけど、でももうそれはさ、女の子の宿命やん、ほんまに。でもその中でもね、しっかり今もうみんな世の中いっぱい味方おる。女の子はみんな味方。もうビリーブ、フレンド。だから一緒にマッサージやったり体操をみんなと一緒にやっていけたらいいなと思うので、ぜひ目の前に見てる子、ぜひ女の子やったり生理中の子はバストアップにつながりながらも一緒に生理のこのしんどさを乗り越えれたらいいなと思います。なんで、あ、待って、びっくりした。ちっちゃくん、そこおんの？見てみんな。ちゃちゃくんがな、ずーっとここで見守ってくれてんねん。ちゃちゃ。そこで見守ってくれてんの、ちゃちゃくん。ということで、ちょっとちゃちゃくんに見守られながら、わかりやすく教えれるように頑張りたいと思います。そう、みんな、夏美今からこうやって服脱ぐんやけど、これはちょっとみんなにわかりやすくするためにこう半袖着とるから、体を冷やしたりするのが一番あかんから、しっかりこうやって上に羽織れるもんがあったら羽織りながらみんな目の前でやってくれたら嬉しいです。じゃあ夏美かん、ちょっと待って、脱ぐな。ちゃうねん、うち正月太りでやばない。見て。ほんまにやばない。見て。ちょっと、やばい。ちょ、痩せなあかん、ほんまに。ちょっと頑張るわ、うち。ちょ待って、脇痩せ大丈夫やんな。さっき言うとくと、なんか生理の時って、この肩甲骨に血流がめちゃくちゃ溜まるから、それを流さないとあかんねん。ここ。うわ、ちょ、ここも肉。でも、ただうち今日肉とかめっちゃ、うわ、やっぱと思うと思うけど、多めに見てな。今回は、こういうリンパ、ここめちゃくちゃリンパがあんねんけど、リンパっていうよりも、この肩中心っていうのを、結構大切になってくるので、いっぱい血流を流していきたいと思います。喋りながらテンポよく行った方がいいよな。こういうのってみんなを見ながら一緒にやるわけやから。ちなみにな、ここは夏みかんの部屋やねん。だからまだここ濡れてないねん。これぐらいカラフルにしたいねんけど、もうちょっとここカラフルにどんどんなっていくから、それも楽しみにしてて。うちやばない。ちょっと待って、みんな、ここ肉、正月マジで1週間ぐらいずーっとめちゃくちゃいっぱい食べすぎて、体重5キロぐらい太ってん。うち多分今49キロぐらいある。もともと43とかやったのに、やばない。だからちょっと今度一緒にダイエット企画一緒にしよう、みんな。夏美、ダイエットの仕方も夏美、もうみんなと一緒なら頑張れるから、よろしくお願いします。じゃあ皆さん、早速生理中とか生理前とかにやるとバストアップにつながる体操をいつもやってるやつやりたいと思います。まずは生理中の時って、もうこの辺が結構張ったりとかして痛いと思うね。だからまずこう腕にやって、はい、こうやって、この時のポイントが背筋をこうピーンってちゃんとやっとくこと。ピーンって。で、できれば胸もこうやってちゃんと前に前に張ってること。で、うちは結構こうまっすぐ、いつもこうやってまっすぐ見ながらこうやってこうやってやってます。全部今からやることは30回ずつぐらいかな。30回ずつぐらいこうやってやると結構な、これな、やりそうで、みんないつも普段やらへんやろ。こういうことをすることでな、背中の血流がどん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 流れて、胸もすっごい喜ぶんよ。ちょっとこうやってやるだけでめちゃくちゃ血流が良くなってバストアップにつながります。次、これが終わったら次はこう、次手をこうまっすぐして前に出す。歩いてんねんけど、このちょっと肩を上に上げながら、ちょっと偉そうな感じで歩くのを30回ぐらい。こうやってやりましたら、次は肩をこうやって回します。はい、こうやって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 。これ結構しんどいで、簡単そうに見えて。夏美、いつもこれお風呂入る前にやるんやけど、なぜなら汗がかくから。だから、こう、お風呂に入る前とかにやるのがおすすめ。
はい、こうしたら次は手を前にやって 1,2,3,4 こで、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 この時夏美いつもこうウエスト、この分かる？こう、こうこういうのことをする。うんではもう一石二鳥じゃない。で、この時背中もこうやってピってこう張っとく。いい感じ。ワンって。じゃあ次、後ろ、背中、この逆バージョン。はい、こっち。こうやって前にやったから、次この後ろ。後ろ結構しんどい。こうやって、こうやって。後ろからできたらこう。わかるかな？これは結構めちゃくちゃ硬い人は結構しんどいと思う。夏みかんでさえもうしんどいけど、ぜひやってみてください。暑くなってきたでー。どん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 めちゃくちゃ暑くなってきた。こうやって曲がっちゃう人が多いと思うんだけど、曲がらずに。はい、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 やります。ちょ、待って、うち顔映ってなかった？大切、大切、顔映すん、ちゃんと。じゃあ次、こうやって、ここをこう、背筋をピーンって張りながら、ここをこう、まっすぐ、こうして上に上げる。はい、これ。これを10回ぐらいうちいつも繰り返してる。こう。3。この時は結構適当じゃなくて丁寧にすることが大切かも。ちゃんと脇が生えてへんか確認したから。はい、じゃあ次ここでキープ。これキープもしんどい。これキープ30秒ぐらいキープ。こうやってこの時に結構ほんまに大切なのがここ張ること。簡単そうに見えて結構難しい。じゃあ次こっちで こっちをこうは引っ張る感じ。ここでポイントがここの中心、重心なんていうの、ここをこうならないってこと。ここはずっとここに置いとく。こうやって、はい、こうやってこれを10回ぐらいこうする。タラーン、タラーン、10回やったかな。じゃあ次こっち反対側、タラーン、タラーン、よいしょ、結構気持ちいいよ。タラーン、チャチャくんめっちゃ可愛い。チャチャくんマジでめっちゃ見てる。チャチャここで見てくれてんの、こっから見てんの、チャチャくん。ちょっと怖くて今逃げた。次はこう、逆の手はこう、逆の手は下、こう、どっちからも引っ張られてる感じにする。わあ、めっちゃ気持ちいい。はい、じゃあ逆、はい、はい、これめっちゃ熱いわ、やばい、しんどい。はい、はい、OK。 こんな感じ。これは結構ほんまに生理で胸が張って痛いなと思うときはこうやってこう前かがみになります。でもこうやってブラン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 ってしてあげる。こうやってこういうことをしてあげるとめちゃくちゃいいです。はい、熱い。ちょっと待って、これノンストップでやったらめちゃくちゃ熱い。もう今すぐお風呂入りたいねんけど。ちょっとみんなどうやった？一緒にやってくれた子どう？熱い？でも結構さ、こうやってくれた人分かると思うけど、すっきりするんよ、胸とかこの胸周りが。だからな、ぜひな、生理前とか生理中の子にはやってほしい。これ何がいいかって、張りが出てくんの、胸の張りが。だから、これは続けることで、胸が大きくバストアップのにもつながるっていうのもあるし、なおかつ、この張りが出るイコール谷間もできるっていう。夏にちょっと見えるかな？もう夏美ちょっともう今生理3日目やからめっちゃパンパンなんやけど、もう谷間も綺麗にできるっていう。だからこれをコツ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 続けることでバストアップにつながります。もうな、やっぱり女の子の日生理中って結構マイナスな気持ちになったりさ、ちょっとしたことでイライラしてさ、もう何もかもがうまくいかへんやん。もううまくいかへんからこそポジティブに、そういう時に限ってこう女の子の魅力につながるようなこういうバストマッサージやったり体操っていうのを一緒に頑張っていきたい。夏美とみんなは、夏美は言ってもな、これみんなと今喋っとるから元気もりもり楽しいみたいな感じでやってるけど、もういつもほんま夏もイライラしながらちょっとこうやったりしてるんよ。こうやってもうなんか、なんでこんな生理って女の子にあんねやろうとか。しかもこれが1年に1回じゃなくて1ヶ月に1回来るっていうのがまたさ、やばない？ほんまにスパン早すぎか。はい、ということで今日はこんな感じでバストアップ、生理前生理中にやるとバストアップにつながるマッサージ&体操をみんなと一緒にやってみました。ほんまにこれしんどかったら飛ばしてもいいし、自分ができることだけでもコツコツやることで男が好きだな、女になろう、みんなで。わかる？うちもさ、スキピがおんねんけど、スキピにいろんなところを見て惚れてほしいから、だから一緒に嫌なことでも乗り越えていけたらいいなと思います。はい、ということで今日も動画最後まで見てくれてありがとうございました。夏みかん YouTube にな、過去にもまた別でバストアップのマッサージやったりとか、リンパを流したりとか、1日30秒で
でバストアップにつながるっていう動画も過去に2本出してあるので概要欄に貼ってあるのでぜひ皆さんそれも見てください。それではみんな今日も動画見てくれてありがとうございました。みんなのこと大好きだからね。バイバーイ、またね、バイバーイ。